6月1日東山魁夷瀬戸内美術館は2021年度第1期テーマ作品展とともに展示を再開しました。今回は1階に青への祈りと題して、見る者に深い静けさを与える青い色調の作品が12点展示されています。そして2階展示室には風景と語ると題して、東山魁夷が世界各地で風景と向き合い描いた14点が展示されています。今年度の第1期テーマ作品展でして、当館が所蔵しております東山魁夷さんの版画作品を中心にご紹介しています。1階展示室は青への祈りと題しまして、魁夷さんが描かれた風景画の中から特にその青色の印象的な作品を選んでご紹介しています。夜の風景でしたり、また海の風景、深い山の風景など、さまざまな自然の情景ですけれども、青のグラデーションでですね、表現されていて、とても静けさを感じる展示室になっています。2階展示室では風景と語ると題しまして、東山魁夷さんはその実際に自然の中にスケッチに行ってですね、そこでその自然と自分の心がこう触れ合う感覚というのをですね、大事にされて、そこで得た印象を作品に残しておられます。そうですね、実際にその魁夷さんのその人生におけるその当時の出来事ですとか、その時の心境というものがですね、作品から伺えるものがありまして、魁夷さん自身の言葉とともに紹介していますので、そうしたところも読みながらご覧いただけたらと思います。感染対策としまして、ご入館の前に手指の消毒、それから検温などご協力いただきまして、館内ではマスクを着用して、間隔を空けてですね、ご覧いただけたらと思います。そうですね、本当に長らく休館をしておりましたので、こうして多くの方にですね、見ていただけたらと思っています。東山魁夷瀬戸内美術館第1期テーマ作品展は7月11日までの開催です。なお6月20日までは月曜日以外に土曜日と日曜日も休館となります。また7月3日にはミュージアムトーク、7月9日には夕焼けコンサートも予定されています。こちらは新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止になる場合があるとのことです。